どうもこんにちは。今回は直近である1月度の世界各国での電気自動車の販売台数が速報され、特にヨーロッパ市場や中国市場の電動化率が軒並み上昇し、特にその中国勢の台頭が著しいのですが、それと比較して我々日本市場の電動化率はむしろ低下しているという非常に厳しい現実も同時に明らかになってしまいました。まず直近1年間の電気自動車の普及状況に関してですが、特にヨーロッパ市場や中国市場の販売台数が急激に増加していて、ヨーロッパ市場に関しては2019年頃までは一定の伸び率で推移していたのですが、昨年である2020年に入ってからその伸び率が明らかに変化し、いわゆる指数関数的な上昇を年末まで続け、特に直近である2021年1月度の販売台数に関しては、現在新型コロナウイルスの第3波によるロックダウンも相まってオールタイムレコードを記録した12月度と比較してしまうと、その販売台数は落ちているように見えますが、こちらの月ごとの販売台数の変遷を見れば、新型コロナウイルスによる行動制限があるのにもかかわらず、しっかりと販売台数が伸びているということがお分かりいただけると思います。ちなみにその直近であり、一般的に自動車需要が落ち込む1月度のヨーロッパ市場における新車販売に占める電気自動車の販売台数を示す電動化率は 14% と、すでに7台に1台は電気自動車であるというように考えてみると、いかに電気自動車が急速に売れ始めているのかがお分かりいただけるとは思いますが、この流れというのはヨーロッパ市場だけにはとどまらず、世界の全ての自動車の約半数が走っているというぶっちぎりの自動車大国である中国市場に関しても、ここ数年で急速に電気自動車の販売台数が増加していて、特に昨年末はオールタイムレコードの販売台数を達成し、その電動化率は 9.4% と、世界最大の自動車マーケットの10台に1台はすでに電気自動車となっているとイメージしてもらえば、その電気自動車の流れがどれほど凄まじいのかは想像に難くないと思います。ただしこちらも同様に、直近である1月度の販売台数に関してはやや減少傾向となっていますが、こちらも月ベースでの販売台数の変遷を見てみれば、前年の倍近い販売台数を達成していることが見て取れますので、もしかしたら今年である2021年末にはその電動化率が 20% 近い、つまり中国マーケットの5台に1台が電気自動車となっている可能性も十分想像できますし、現在中国国内のメーカーが一気に魅力的な電気自動車を発売していることからも、その可能性はかなり現実的であると推測しています。しかしながら、それらの電気自動車先進諸国だけではない世界全体での電気自動車の普及状況というのは大したことないだろうと思っている方もいらっしゃると思いますが、まずこちらの販売台数の変遷を見てもらえれば、全く同様に特に昨年以降の販売台数が急速に伸びている傾向となっていて、特に昨年末の電気自動車の販売台数はぶっちぎりのオールタイムレコードを達成し、その電動化率もおよそ 7% と、さまざまな電気自動車発展途上国を含めたとしても10台に1台近くが電気自動車になりつつあるというかなり衝撃的な数値を達成したのです。ただしこちらもヨーロッパや中国と同様に、直近である1月度の販売台数に関しては急激に下落してしまっているように見えるのですが、こちらも月ベースの販売台数の変遷を見てみると、前年同月比でなんと倍以上の販売台数を記録していますので、このペースを持続することができれば、今年である2021年末にはその電動化率が驚異の 15% 近い、つまり今年の末には世界全体でも7台に1台近くは電気自動車であるという販売構成になっているのかもしれません。ここまではデータから見た世界の電気自動車の販売台数を解説し、世界全体でもその電気自動車の需要が急速に高まっているということがお分かりいただけたと思いますが、先進諸国の中でほぼ唯一と言っていいほど、むしろ逆に電気自動車の販売台数が減少傾向にある国が存在し、それが我々の日本市場なのですが、データが存在する2016年から見ても、数年前のオールタイムレコードが記録されてからというものを、電気自動車の販売台数はなんと減少傾向にあるという、まさに世界の流れと逆行するいわゆるガラパゴスな状態となってしまっているのが現状であり、特に直近である1月度の販売台数は3年前である2018年度と比較して半分以下という落ち込みを見せています。ただしこの数値に関してはそこまで過度に心配する必要はなく、そもそも我々日本市場における圧倒的人気車種である日産リーフがすでにフルモデルチェンジから4年が経過し、その商品訴求力が低下してしまっていること、さらに日産の中期経営戦略において、今後日産がラインナップする車種の謝礼を最大4年とするアナウンスがあり、つまり今年である2021年中にも日産リーフのフルモデルチェンジの可能性があるということ、また直近の大幅値下げで話題を集めたテスラのミッドサイズセダンであるモデル3が今後一気に販売台数を伸ばすことが容易に予測可能であるということ、そして今年中旬に今後の日本市場の
の電気自動車における命運を左右するとさえ思っている日産のフラグシップクロスオーバー EV であるアリアが発売されるということなどを勘案すると、特に今年後半からは電気自動車の販売台数は今までのレベルを大幅に超える規模になると推測していますので、特に今年の末の販売台数、そしてその電動化率がどれほどになっているのか、個人的には 5% という大台を突破してくるのかという点に注目していきたいと思います。ここまでは我々日本市場を含めた世界の電気自動車の普及状況について最新の情報をアップデートしてきましたが、実際に人気の電気自動車についてもその電気自動車としての質とともにピックアップしていきたいのですが、まずヨーロッパ市場を見ていくと、特に注目なのは第18位にランクインし、我々日本市場においても今すぐに購入することができるプジョーのコンパクト SUV である E2008 に関してですが、搭載バッテリー容量は 50kWh というミッドサイズのバッテリー容量を搭載し、満充電あたりの航続距離についてですが、高速道路を時速 100km でクーラーをつけても達成可能であるというような、実用使いにおいて最も信用に値する EPA サイクルにおいておよそ 295km という航続距離を確保しています。また最大充電出力は最大 100kW と、2021年に発売されている電気自動車としても必要十分なスピードを達成できてはいますが、実は日本市場においてはその半分の出力である50kW に制限されてしまっているということもさることながら、実際のオーナーによる充電性能を検証するテストにおいて多くの充電器で 30kW 程度にまで制限されてしまっているという非常に低スペックな充電性能にとどまってしまっているということが明らかとなってきましたので、我々日本市場において購入を検討する場合はこの点も同時に考慮されることをお勧めします。そして値段設定に関してですが、欧州市場においてはおおよそ450万ほど、日本市場に関しては若干割安な430万程度から購入することが可能です。さらに5位にランクインしているフォルクスワーゲンのコンパクトハッチバックである ID3 に関してですが、こちらは昨年である2020年の12月号において堂々の1位に君臨したということもあり、その需要が落ちてきたのかと思われる方もいるとは思いますが、フォルクスワーゲンに関してはヨーロッパ市場における排ガス規制をクリアするために生産した車両をできるだけ年内に販売しまくったという経緯があり、その直後である1月号に関してはまだ生産が追いついていないという理由がありますので、おそらく最直近である2月号以降の販売台数は一気に復活してくることにはなると思います。ちなみに今年中旬付近で追加されるエントリーグレードに関しては400万ジャスト程度の値段設定となり、ドイツ市場における補助金などを含めると実質300万ちょいからのスタートということになりますので、現状の電気自動車市場においても非常に競争力のある値段設定を実現することになりますし、さらにこちらの ID3 に関しては日本市場においても来年である2022年に導入される見込みであるともアナウンスされていますので、その動向とともに注目するべき電気自動車であると思います。そして世界全体での電気自動車の人気車種ランキングも見ていきたいと思いますが、まずこちらのランキングトップ20を見ていくつか気づいた方もいるかもしれませんが、そもそも論として我々日本人が知らない電気自動車がいくつも存在しているということ、そしてこの20車種のうちなんと9車種が中国勢の電気自動車であるということ、この2点に関しては特に日本に住んでいる方は驚かれた点であると想像でき、その中でも特に注目の車種をピックアップしていくと、まず14位にランクインした我らが日本の日産リーフについてですが、3707台ということで1月度のお膝元でもある日本市場の販売台数が710台ということを鑑みると、実は世界ではコンスタントに売れ続けているということになり、正直申し上げて2021年現在において発売されている競合車種と比較してもその電気自動車としての質は低いと言わざるを得ないのですが、もしかしたら初代リーフが発売されてからちょうど10周年ということでヨーロッパ市場限定モデルのリーフ10が発売されたことを受けてその需要が幾分改善しているのではないかと想像することも可能ですが、日本市場以外のヨーロッパ、北米、中国市場において今年の秋から発売されるアリア待ちが増加していることも相まって、この人気車種ランキングから脱落するのは時間の問題であるとも思います。次にそのリーフを上回る販売台数を達成したのが中国の電気自動車スタートアップが発売しているフラグシップセダンの P7 となっていて、搭載バッテリー容量が最大で 80.9kWh というバッテリーを搭載し、その満充電あたりの航続距離が中国で一般的に採用されている NEDC サイクルにおいて衝撃の 706km という数値を達成し、こちらの NEDC サイクルという基準は実用使いにおいては全く参考にすることができないのですが、例えばテスラのフラグシップセダンであり2021年2月現在において市販車最高の航続距離を達成しているモデル S の NEDC サイクルの数値が 719km ですので、このモデル S とどう程度のスペ
を達成しているという点からも、いかに P7 の質が高いのかが容易に想像することができると思います。そして最も特筆すべきはその値段設定となっていて、日本円に換算して379万程度から購入することができてしまいますので、なぜ現在その販売台数がますます伸びているのかがお分かりいただけると思いますし、さらに直近で追加されたガルウィングが採用された特別モデルもラインナップすることによって、より幅広いユーザーを確保することにも成功していると考えられ、しかもその上こちらの P7 を電気自動車先進諸国の集まるヨーロッパ市場に今年の後半に投入することもアナウンスしてもいますので、中国国外においてこの P7 がどれだけ受け入れてもらえるのか、その販売台数の動向にも注目していきたいと思います。さらに世界の人気車種ランキングトップ5にランクインしたのが、こちらも中国の電気自動車メーカーである GAC のミッドサイズセダンである IONS となっていて、最も信用に値する EPA サイクルにおいても400キロ程度を達成する見込みとなり、その値段設定がなんと263万程度からという圧倒的な値段設定を達成していますので、同じくミッドサイズセダンであるテスラのモデル3には及んでいませんが、中国市場だけを見るとモデル3の販売台数の半分近く売れているということを考えてみても、2019年から発売されているこちらの IONS の電気自動車としての質とコスパの高さを示していると思います。そして最後に2位と3位のテスラ勢を抑えてぶっちぎりの首位に君臨しているのが、こちらも中国のウーリンモーターズとアメリカの GM、 そして中国の SAIC という3社の合弁会社が発売しているホンガンミニ EV という超格安の小型電気自動車となっていて、搭載バッテリー容量は 9.2kWh という最低限のバッテリー容量を搭載しつつ、その航続距離は NEDC サイクルにおいて 120km よって、最も信用に値する EPA サイクルではおおよそ 70km 程度になることが推測できます。しかしながら驚愕すべきはその値段設定となっていて、28,800元、日本円に換算して47万円から、つまり4人乗りの軽自動車サイズ級の電気自動車が中国ではすでに47万程度から購入できてしまうというにわかには信じられない状況となっていて、ちなみに中国のアナリストの推測によれば、この値段設定だったとしてもしっかりと利益を出すことができているということですので、本当に恐ろしいことですし、そもそも電気自動車の最大の強みというのは自宅の電源から充電することができてしまうという点であり、ガソリンスタンドにわざわざ赴いて給油するという煩わしさから解放され、しかも電気料金の方が安いですので、特にこのような航続距離を大きく割り切ってセカンドカーとして日常使いにおける買い物や通勤等に利用すれば非常に経済的であるということなのです。このようにして直近である1月度の世界の電気自動車市場の動向を解説してきましたが、やはり最も重要なポイントというのは中国メーカーの電気自動車の台頭が著しいということであり、高級フラグシップモデルから格安小型車に至るまですでにほぼ全てのセグメントを網羅し、しかもそれぞれの電気自動車としての質も非常に高いということがお分かりいただけたと思いますので、例えば数年後に電気自動車に一気に舵を切ったとしても、さらに高品質化低コスト化している中国勢の電気自動車に対抗することができるのか、未だに電気自動車に対して懐疑的な見方をし既得権益を貪っている最中である自動車メーカーの経営者は今一度この現実を直視し、一日でも早く電気自動車に対する明確かつ即効性のある経営方針を示す責任があるのではないでしょうか。チャンネル登録や高評価、そして日産にも試乗できるメンバーシップ登録のほどどうぞよろしくお願いします。今回は以上です。